コン寒くなるよね。今日暑いけど、今日暑いけどね。そう、でもこの時期は、うん、いちご、いちごジュースめちゃくちゃ好きじゃん。そう、私大好きだから今回ですね、うん、なんか台湾のいちご狩り紹介したい。台湾にもあるんだいちご狩り。なんか2つところめちゃ有名ですよ、うん、お、一つは台北のネイフ、もう一つは苗栗の大湖。あ、じゃあネイフが一番近いかな。そう、ということで今日の企画は台湾のいちご狩りを紹介したいと思います。台湾カオリ大使コンテストに出場しています。絶対選ばれない。皆さん13番ずつに投票してお願いします。投票は概要欄からできます。この動画見る前にこのチャンネル登録して、私たちのツイッターをフォローしてください。下にリンクがあります。お願いします。ネイフだから今はネイフ駅、いちご狩り行ったら遠いイメージがあるよね、うん、すごい遠いイメージあるかも。ネイフだから山、うんうんうん、で、あそこは全部いちご狩りだよ。ストロベリーファームみたいな、もうなんかストロベリー専門レストランとか、うわ、いちごジュース、いちごケーキ、ショートケーキ、全部あります。タクシーで行きます。タクシーで、ね、OK。じゃあ3、2、1、出発。マナ、え、ようこそ。え、もうこれジャイかな。猿の音が。音聞こえたよね。ほらほら、あったあった。なんだろう。鶏かな。鶏。何何。ほら。あ、鶏が。すごい。はい、じゃあ私たちの目的地は前です。東林草莓園。いちごの農園ってことかな。そうだよ。蜂やば。ここは蜂のなんだろう。蜂が回る、なんかあの花粉を受精させて。でも怖いね、こんなたくさんいるんだ蜂。え、美味しそう。あれは新鮮な蜂蜜だよ。ちょっとちょっと聞いてみよう。食べるかな。ということで今日ですね、うん、この店なら2つ種類がある、うん、有機、有機栽培の、そう、有機栽培はもうちょっと高い、ね、で、もう一つは普通の栽培だな、うんうんうん。で、ここはチケットはない、うん、でも試食ダメ。なるほどね。なんか食べ放題じゃなくて、あとで重さによって値段がちょっと違う。なるほど、重さなんだ。そう、じゃあ行ってみよう。イエーイ。へー、うわ、美味しそう。かわいい。あ、これ美味しそう。じゃあこれしよう。うわ、ほら、めっちゃいい色。わあ、美しい。あれだよね、なんかあのもうちょっと上の部分切ってって言ってたよね。そう、台湾で初めてです。いきます。はい、この辺かな。あ、いい。わあ、甘いんだ。あ、これかな。しょ、じゃんじゃーん。おー、結構それ大きいね。そう、ちょっと探すね。なんかもうちょっと大きくのところ、うん、甘いものがあるから。あ、本当？じゃあ探そうか。はい、サイエン台湾。わー、すごい、下にもいっぱいあるんだね。ちっちゃいやつとか大きいやつとか形も違うからさ、うん、食べ比べしてみよう。いいよいいよ。見つけた、私のお尻見て。3、2、1。うわー、めちゃくちゃでかい。でもびっくりよ、なになになに、私の手の虫がある。やだやだやだ。うわ、やば。有機栽培だから毒なよね、うんうん、だから虫がある。だからこれ絶対新鮮、美味しい。あ、開けよ。いらないよ。あ、ごめんなさい、いらないかな。じゃあバイバイ、ごめんなさい。見て、私のお尻、うん、お尻言わない。でも私この形気に入る。ほんと？そう。じゃあマナも、マナのお尻探してみようかな。気をつけて、なんかここなんか泥が。やばい、マナのお尻。あ、ゲットだぜ。あら、なんかなかなかうまそう。私のお尻、おいしいよ、うん、見て、後ろなんか鳥かな。あるある。あ、いるいるいる。うん、動いてる動いてる。うわ、
鳥もイチゴが好き。猿がいるかな。なんか見たいね。後で探検しよう。うんうんうん、いいよ。はい、降りました。私たちが積んだやつだね。そう、この値段は170元。お、500円ぐらいかな。そう、ここはなんかイチゴのドリンクがあるから、ちょっと注目してみよう。いいね。そう、あとね、うん、蜂蜜が有名だから、うん、そこはなんか蜂蜜が試食できるよ。試してみようか。いろんな味があるね、これは。わー、めちゃくちゃいい匂い。おー、待って、香りが良すぎる。本当に美味しい。飲みたい、もう。本当。じゃあ私、うん、いただきます。あら、はちみつだ。スーさんがはちみつだ。めちゃくちゃ美味しい。いい香り。こんな香りいいんだね、本物のはちみつで。うわ、美味しい。じゃあ私たち自分のいちごを食べてみよう。イエーイ。かわいいよ。すごい、蜂蜜、練乳、チョコレート全部無料でかけれるんだ。3つやる。イエーイ、完成。サイエン台湾。じゃーん、来ました。これはスムージーだから。絶対美味しそう。早く食べないと。そうだね。本物のイチゴ。贅沢だ。そう。じゃあ私先にいただきます。しかもなんかカップもさ、イチゴで可愛い。これもイチゴだよ、見て。イチゴだらけだね。そうだよ。いただきます。うますぎ。今まで飲んだいちごスムージーの中で一番美味しい。甘すぎなくて酸っぱすぎない。うん、本当に美味しい。びっくりした。あの、止まない。止まんないね、うん、しかもあの果肉とつぶつぶがすごいアクセントになって美味しいね。そうそうそう、美味しい。じゃあ早速私たちの取れたていちごを食べましょう。私のお尻はこっち。あ、私のお尻こっちね。いただきます。うわ、甘酸っぱい。あー、最高。美味しい。私のお尻がプリプリして、本当に美味しい。しかもジューシーじゃない。そう、なんか。じゃあちっちゃいの食べてみよう。そうしよう。なんかちっちゃいの方が多分甘いのかな。甘いかな。うん、これも美味しい。こっちの方が食べやすいね。中ぐらいのやつも食べてみよう。ちょっとハチミツ一緒に食べたいね、うん、よし、メニューつけよう。いただきます。なんかチュー、ほんま。じゃあみやさん、絶対チューの方が美味しいね。うわ、止まらない。食べよう。うん、うん、最高の一口。最高の一口ね。いただきます。いただきます。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でもね、ちょっと足りないね。足りない？さっき言いましたね、うん、ここの近くに全部いちごの農園だよ。だからいちごのレストランもある。じゃあ皆さん移動するね。出発。じゃーん。やっと来ました。あ、いちごピザ。実はね、うん、これ1時間かかったよ。前が他のピザがあるから、うん、なんか1時間ずっとなんか何もないってここに待って。あ、だから皆さん、もしこの店来たら、自分の力によってこのピザめちゃかかるよな。はい、今回ですね、注文したのはいちごピザ、うん、といちご、ヤクルトかな。ヤクルトかな、うん、早速いただきます。いただきましょう。おお、おなんか上はストロベリーのジャムと、うん、ラズベリー。そうだね。とキウイとイチゴいっぱい乗ってる。いただきます。うん、あ、サク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 、全部甘いね。ほんとだ。うん、なんかジャムもさ、結構さっぱりしてるね、うんうん、甘いけど、そこまで甘すぎない。うん、うん、いただきます。うん、
ヤクルト。ヤクルト。いちごの味はもうちょっとしてもいいかも。そうだね、うん、さっきのジュースの方が美味しいかも。そうかもしれないね、うん、そう、うん、でもね、ここは結構映え。そうだね、花とかもたくさんあるし、うん、そう、雰囲気いいよね。そう、まあでも美味しいね、これ。うんうん、普通のピザと思うとびっくりしちゃうけど、スイーツと思うとぴったりかもね、うん、でも高いよ、360元。いっぱい新鮮なフルーツがあるから。うんうん、でもなんか雰囲気良くて、友達と一緒に時間あって話したいっていう方はおすすめかな。私たち多分期間短いかな。短いかな。次行かないと、うん、そうだよ。はい、終わりました。すごいね、私たちここら辺3時間いたよね。めっちゃ楽しんだわ。そうだよ、ここは結構空気がいい、本当に。しかもあと動物もいるし、そう、虫もいるね。台湾の旅行とかでたくさん慣れちゃってる人とか、そう、もっと違うところ行きたいなっていう人もおすすめだね。皆さん興味があったら、よかったら麗風のいちご農園に来てください。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなら高評価をしてグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもあるよ、フォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。